どうもひろみです。ひろみずチャンネル、今日も見に来てくれてありがとうございます。久しぶりの更新になりました。皆さん元気に過ごしていたでしょうか。今回はですね、ひろみずチャンネル映画紹介一本に絞って動画を作ってみました。作ってるうちにどんどん夢中になっちゃってですね、すごい時間がかかっちゃいました。しかも長編になっちゃったので、今回前編後編に分けてお届けしようかなと思ってます。今月ですね、お亡くなりになられた石原慎太郎さんを偲んで、この作品をご紹介したいと思います。俺は君のためにこそ死にに行く。監督新庄拓さん、石原慎太郎さんが脚本と制作総指揮をやっています。太平洋戦争末期、史実を題材にして作られた作品です。この作品ね、結構賛否両論あるみたいなんですよね。戦争美化だっていうふうに批判されることも多いみたいです。戦争映画の美化してるものだったり、逆に反戦色が強すぎるものだったりとか、あると思うんですよね。そしてこうプロパガンダ的なものも含まれるものが多いんじゃないかなと思うので、戦争映画を見るときはなるだけそういうことも頭に置いてこう見るようにしてるんですけど、でもこの作品って中立的な作品だと私は思います。実際に見てみると、石原さんが作ってるっていうこと、そういう映画なのかなって思ってしまう方も多いのかなと思うんですけど、その先入観もったいないかもしれないなと思います。今回ご紹介させてもらいつつですね、当時を生きた人たちのことを一緒に考えていけたらいいなと思います。それでは最後までゆっくり楽しんでください。あらすじをご紹介します。舞台は1945年、陸軍最大の特攻基地となった鹿児島の知覧飛行場。日本軍は沖縄を死守するため、この知覧飛行場から493名の青年たちを特別攻撃隊として発進させました。当時陸軍指定食堂になっていた富谷食堂、そこは若き特攻隊員たちが飛び立つまでの短い時間を過ごした憩いの場所でした。トメの作る卵丼を楽しみに訓練に励み、富谷食堂へ通った若き飛行隊員たち、そして彼らを支え続けた鳥浜トメ、せめてここにいる間彼らにできることは何でもやってあげようと、卵がなければ自分の着物を売って調達し、検閲の目を盗んでは隊員たちの手紙や遺書をポストに入れてやったり、食事はもちろん隊員たちの身の回りの世話もしていました。おばちゃん、おばちゃんと隊員たちに慕われ、中にはトメのことをお母ちゃんと呼ぶ者もいたりと、若き隊員たちにとってトメは母親代わりであり、心の拠り所となっていました。一人また一人と隊員たちを空へと送り出したトメ、トメの記憶を通して物語は進んでいきます。というのがあらすじになります。そもそもなんですけど、第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争、あと他にもこの戦争っていくつか呼び方があって混乱しないですか。これなんでこういうことになってるかっていうと、どの立場からこの戦争を見てるかっていうことで変わるみたいです。でも太平洋戦争と第二次世界大戦については対象となってる時期っていうのが明確に違うそうです。まず第二次世界大戦ですが、これは1939年から1945年までを指します。ドイツがポーランドに侵入したのをきっかけに、イギリス、フランスが宣戦布告をして始まった世界規模の戦いのことを指します。次に太平洋戦争ですが、これは1941年から45年までを指します。アメリカ、イギリスなどの連合軍と日本との間で戦われた戦争を指します。第二次世界大戦の局面を指してるんですよね。連合軍にとっては太平洋地域が主戦場だったっていうので、範囲が狭いっていうんですかね。戦後主にアメリカやメディアによって広められ定着していった呼び方です。そして日本では大東亜戦争と呼んでいました。1937年から日本と中国で続いてたシナ事変、これは日中戦争とも言われますが、41年の太平洋戦争開始直後、東条内閣によってシナ事変も含めて大東亜戦争と呼称するということで大東亜戦争と呼んだそうです。
当時アジアのほとんどが欧米諸国の植民地下にあって、アジアの国々をその支配から解放し自立を目指す、そういう大義のもとに戦ったっていうのが当時の日本の見方です。しかし敗戦後、連合軍司令官総司令部 GHQ によって強制的に太平洋戦争に変更させられました。その後 GHQ のプレスコードによってマスコミでも軍国主義、国家主義を連想させるとして、大東亜戦争という呼称は避けるように指令されます。メディアの間での大東亜戦争の使用は今でも控えられていて、まあ、太平洋戦争、第二次世界大戦、あとは先の大戦とかもね、用いたりしています。GHQ が出てくるんですよね。大東亜戦争という呼称はですね、公文書に関してはですね、控えるではなくて禁止をされていたそうです。今はもうその効力ないんですけど、まあ未だにメディアをはじめ多くの日本人がこの大東亜戦争っていう呼び方をちょっとタブー視じゃないですけど、まあ使わないんではないでしょうか。他にも呼び名が結構あるんですよ。第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争、今治戦争、アジア太平洋戦争、あと極東戦争、15年戦争、結構ある。で、調べていってもみんなそれぞれの立場でこう見方で言ってるので、日本はもう大東亜戦争でいいんじゃないかと私は思いますけどね。まあ大義があって当時の人たちはやってたことだと思うので、でも戦争は間違いだったとか、まあ、いろんな意見があるのは分かりますけど、でもそれを言ってしまえばどの国だって戦いはあったし、まあ、失敗というか全てが正しかったわけではないわけなんですよね。この作品の登場人物の多くがですね、実在した方たちなんですね。ご紹介します。まずは主人公の鳥浜とめさん。鹿児島県知覧市飛行学校のそばにある富屋食堂の女主人です。岸恵子さんが演じています。隊員思いで優しくて芯が強い女性、実際のとめさんもそういう方だったようです。トメは戦後、特攻隊員たちのための観音堂建立の協力を何度も役場にお願いしに行きましたが、戦後の反戦ムードの中で平和運動団体などから観音堂建立は戦争賛美だと批判されて、なかなか進まなかったそうです。トメさんは戦争犠牲者慰霊のための観音堂がなぜ悪いかと潔く反論していたそうです。これでは子たちが浮かばれないと、トメは独自で飛行場跡地に木切れの慰霊碑を建てて、聖火や戦火を絶やさずに慰霊を続けたそうです。そして10年後の1955年、やっと知覧町も公費の一部を負担することになり、知覧飛行場跡地に特攻平和観音堂が建立されました。特攻観音像は特攻観音像あじゃ観音像は特攻平和観音堂と観音像と平和観音像にちょっと難しい。観音像は知覧特攻平和観音像と命名され、観音堂に収められたそうです。今はね、トメさんはもう亡くなられてますけど、この富屋食堂は蛍館富屋食堂っていう風に名前を変えて、特攻隊員たちとトメさんの資料館としてご家族の方が継がれているそうです。ネットで調べると隊員たちとのエピソードたくさん出てきます。この作品はもちろんぜひ調べてみてください。次に坂東勝治、窪塚洋介さんが演じています。実在した勝俣勝夫陸軍少尉がモデルになっているそうです。劇中、坂東勝治が、僕の名前は勝だよ、だから勝、必ず日本は勝。実際の勝俣さんも特攻が決まったことを報告しに来た時、こうも言ったそうです。おばちゃん、元気で長生きしてくれよ。人生50年と言うけど、俺なんかその半分にもならない。20年であの世に行っちゃうんだからな。あとの30年は使ってないわけだ。だから30年分の寿命をおばちゃんにあげる。おばちゃんは人より30年余分に生きてくれよ。きっとだよ。そして、じゃあさようならと手を振って去っていきました。その後ろ姿をトメさんはずっと忘れることができなかったそうです。20歳でこんなことを言えるなんてすごいなと思います。もう自分が20歳の頃とかね、若い頃を振り返るともうろくなこと。河合総一を中村智也さんが演じています。宮川三郎少尉がモデルになっているそうです。
ホタルになって帰ってきた特攻隊員というエピソードはこの映画にも出てきますが、舞台や書籍など様々な作品に出てくる有名なお話なんだそうです。宮川三郎少尉は特攻の前日、トメに最後の挨拶に来たそうです。俺明日も帰ってくるよ、ホタルになって帰ってくるよ。次の日の朝、宮川さんは出撃しました。その日の夜、富屋食堂の玄関から一匹のホタルが入ってきたそうです。その日、食堂にはトメさんと娘さん2人と、他にも衣装を描いている隊員が 7,8 人いたそうです。トメさんが宮川さんが帰ってきましたよと言い、みんなで同期の桜を歌ったそうです。その間、ホタルはずっと天井の梁に止まっていました。そして歌が歌い終わった時にすっといなくなったそうです。金山少尉、前川泰之さんが演じています。在日朝鮮人の志願特攻兵の役で、出撃の前日、トメにその報告をし、アリランという曲を歌います。このお話も実話で、モデルはタク・ギョンヒルさん、日本名は三山文博さんという陸軍少尉だったそうです。朝鮮人でありながら日本の特攻兵として飛び立つという、心に葛藤を抱えながら、おばちゃんに聴いてほしいと祖国の歌アリランを歌います。次に、特攻隊とこの知覧基地について少し説明します。特攻隊とは、250キロ爆弾を積んだ飛行機もろとも敵の軍艦に体当たりして撃沈する兵士たちの部隊です。この映画の舞台となる知覧特攻基地は陸軍最大の特攻基地でした。飛び立った特攻隊員1036名のうち、半数近い439名がこの知覧特攻基地から飛び立ったんだそうです。戦時中の国民は、お国のためによろしくお願いしますと、どうか一矢報いてくださいと、特攻隊員たちを軍神と呼び崇め、英雄として送り出していました。しかし敗戦後、彼らは否定されてしまいます。犬死にだった、洗脳されて笑いながら死んでいった軍国主義の象徴だ、生き残って帰ってきた隊員も特攻崩れと言われたそうです。そんな急にこう手のひらを返したように人間ってなれるもんなんですかね。本当なんですかね。皆さんどう思いますか。やっぱり当時の人の気持ちを、まあ想像するしかできないですけど、相当心砕かれたんでしょうね。それまですごい信じてきてたものが完全になんか否定されたというか、自分の子供とかまで差し出して、あの命までかけてね、守るべきもののためにやってたっていうものが、あの結局ね、敗戦をしたことで、あのダメになってしまった。もう何を信じたらいいのか、これから何を自分たちが考えてもこういう結果しか生まないんだっていうふうに思ったら、もうそれはトラウマになりますよね。でそこにこうアメリカは素晴らしいとか、いろいろなそういうプロパガンダとかも同時にこう入ってきたら、その打ちひしがれてる心にこうスッと浸透しやすかったんじゃないかなっていうのは思いますね。 GHQ は戦後ですね、戦前と戦時中の日本自身を肯定するようなことを言うのを禁じたんですね。あと長崎と広島に落としたあの原爆、あとは無差別空襲とか、いわゆる連合軍を批判するようなことを言うっていうのを禁じたんですね。もう徹底した言論統制っていうのが行われたようです。あとは公職追放、この戦争に関与した人たちだったり、あと保守的な軍人とか政治家とか教育者とか親族、あと血縁者、もうみんな公職にはつけないっていうふうにしたそうです。だからそこまで行くと、もう保守的な人たちっていうのはもう養殖からほぼいなくなったっていうことですよね。で、あの愛国者はダメ、日本はダメな国、反省しろっていうようなこう考えを持つ人たちっていうのが、こういろんな要職についていった。東大とか早稲田とかも有名な頭のいいと言われる大学ありますよね。政治家とかねを輩出する学校に反日的な教授とかがたくさんこう多い
ていうのは結構深刻な問題なんじゃないかなと思います。いかに祖先がダメだったかっていうことを、こう真っさらな子供の、ね、綺麗な心だったところにまずは否定されるところから入るっていうのは結構酷ですよね。だしこの愛国心っていうものはまあ育たないですよね。日本人は刹那的だからとんでもないろくなことをやらない。愛国心とか日本人が言うとなんかもう軍国主義的な感じで、なんかそんなことばっかり教えられて、日本は敗戦国だったので、そもそもこの戦争がなんで起きたのか、この戦争の大義、日本人が持っていたなんかそれすらもこううやむやになってしまったんですよね。先人たちにやっぱり感謝がまずあって、でそれからこうまあ反省する部分は反省もし、そして前に向かって進んでいかなきゃいけないんだと思うんですけど、私たちが否定してしまったら本当にあの時にあの命をかけて亡くなった人たちに対して本当に申し訳ないというか、もう言葉にできないような気持ちになりますね。特攻は始め、ベテランパイロットが飛んだそうです。この映画の中にも出てくるパイロット、関幸夫大尉を的場浩司さんが演じています。的場浩司さんがね、すっごいんですよ。この迫真の演技というか、短い時間しか出演してないんですけど、すごいインパクトがあります。ぜひぜひぜひ見てほしいシーンです。この関幸夫大尉は実在した海軍軍人で、トメさん同様実名で登場する役です。初の特攻隊長として選ばれたのがこの関大尉でした。はじめに飛ぶものが確実に成功させることが全体の士気につながるということで、とても優秀だった関大尉に白羽の矢が立ったそうです。関大尉には新婚の奥さんがいたそうです。出撃の前、親しくしていた記者にこう話したそうです。日本もおしまいだよ。僕のような優秀なパイロットを殺すなんて。自分なら体当たりなどしなくても敵空母の飛行甲板に爆弾を命中させる自信がある。僕は天皇陛下や日本国のために行くのではない。最愛の妻のために行くのだ。日本が負けたら妻がアメリカ兵に強姦されるかもしれない。僕は彼女を守るために死ぬんだ。最愛の者のために死ぬ。どうだ、素晴らしいだろう。そして関大尉率いる敷島隊は昭和19年10月25日、レイテ沖海戦にて米艦艇に突撃し、関大尉も戦死しました。出撃していったベテランパイロットと共に戦闘機も減っていき、後半は沖縄に着くのがやっとで、艦隊に突っ込むのは到底できないような新米パイロットの若者たちが飛んでいったそうです。こう、いろんな理由っていうのかな、自分が特攻する意味、いろいろこう言い聞かせながら、でもやっぱ死ぬのはどうしたって怖いしっていうような、いやそれをね、すごい若者たちがね、すごい葛藤しながらきっと言ったんだと思うんですよね。はい、当時の戦闘機っていうと、私はもうゼロ戦しかちょっと知らなかったんですけど、この映画に出てくるのはね、はやぶさっていう戦闘機が出てきます。ゼロ戦は海軍の戦闘機、はやぶさは陸軍の戦闘機だったそうです。ゼロ戦は性能がとても良く、飛行距離においては3000キロもあったそうです。同時期ドイツの戦闘機が約1000キロ、アメリカが約2500キロ、イギリスが1800キロだったと言われているので、飛行距離は群を抜いていたようです。しかし生産性が悪く、1機作るのにアメリカの戦闘機の4倍もの時間を要したそうです。それに比べてはやぶさはゼロ戦ほどの性能はなくとも生産性を高めていたので、戦時下において現実的な戦闘機だったと言われています。でもですね、対戦の後半になっていくにつれてですね、戦闘機はもう実戦で使えるようなものではなくなっていったみたいなんです。部品や燃料が足らなくなっていく中、ボロボロの戦闘機を何とか飛べるように整備し、飛行隊員たちを送り出します。出撃の途中、エンジントラブルや故障で引き返してくることもあったようです。映画の中で将校が整備兵に言う、特攻隊に口実を与えてはいけないというセリフが印象的です。一度ね、死を覚悟してね、絶対に死ぬわけですから、戻ってきて、でまた改めて行かなきゃいけないっていうのはもう相当辛かったと思います。実際に何度も戻ってきてしまう隊員もいたそうです。これは整備不良っていうのもあったようなんですが、特攻自体に疑問を持つ隊員っていうのももちろんいたんですね。
生き残って未来のために生きることが守ることになるんじゃないかっていう、自分の命を投げ打ってでも愛するものを守るっていうのか、どっちが正しかったのか、前編はここまでにしたいと思います。で、次回はですね、特攻に疑問を持った隊員の話だったりとか、あと逆に特攻を命じた側のお話だったりをご紹介していきたいなと思います。でもね、まだ編集途中なので、どうなるかなっていう感じなんですけど、まあ完成を楽しみにしていてください。まだね、この動画前半なんですけど、もしこれ見て興味を持ってもらえたらですね、俺は君のためにこそ死にに行く、見てみてください。で、その見た上でこの動画を見てもらったり、また次の動画を見てもらうと、きっとまた別の感覚っていうんですかね、違うよって思うかもしれないし、興味があったら見てみてください。ということで、石原慎太郎さんを偲んでですね、戦争映画ご紹介してるわけなんですけども、まあね、まあシリアスな感じの、動画にはなってしまっていますが、でも実際ね、こう今現在もですね、日本を取り巻くこの世界情勢っていうのはかなり緊迫しているなと、危機感を持っていますね。こういう時代だからこそ、一人でも多くの方に見てほしいなって、また後半も頑張って作るので、ぜひ楽しみにしていてください。最後までお付き合いありがとうございました。本当にね、寒いので体調崩さないように気をつけて、どうかいい週末を過ごしてくださいね。ということで、次の動画でまた元気にお会いしましょう。ひろみでした。バイバイ。心配そうに私を待つ優しい声、そのぬくもり。